ファッションショーでランウェイを歩くモデル東京コレクションはプレタポルテブランドが新作を発表する場として東京で年に2回開催されるファッションショー。世界4大コレクションの実績に位置づけられている世界的なコレクションの一つである。毎年春と秋の2回パリを皮切りにミラノ、ロンドン、ニューヨークで世界的なコレクションが続けて開催され。 シーズンに先駆けて新作が発表される。4月と11月に開催される東京コレクションはその最後を締めくくる。年2回のファッションイベント全体をコレクションと呼ぶのは日本だけであり、世界的にはファッションウィークと称するので、東京コレクションも英語名はジャパンファッションウィークである。2006年には東京初日本ファッションウィークという。 総合ファッションイベントの中核として生まれ変わった。近年では CFD 東京コレクション若者中心のブランドを扱う東京ガールズコレクションなども開催されファッション商業界も多様化されてきている。2011年から2016年まではメルセデスベンツが2017年から2019年3月まではアマゾンジャパンが冠無スポンサーを務めた。 そして2019年8月からは楽天がスポンサー契約を締結し2019年10月に開催された2020年春夏シーズンからイベントの名称は楽天ファッションウィーク東京になった2020年3月2日2020年秋冬の新作を発表する東京コレクションの中止が発表されたありがとうございます